田安スツは日本の競争馬、守護馬である。1995年の東京優春を勝利。サンデーサイレンス参加発の東京優春優勝馬でもある。1994年の札幌競馬場でデビューし、3戦目に小島貞博の初起場で初勝利を挙げた。その後、OP のモミジエ S で富士奇跡の2着となった後、 クレの阪神競馬場のエリカ賞で2勝目を挙げた。続いて、ラジオタンパハイ3歳ステークスに出走し、成田キングを放させりようとして、レコードタイムで優勝した。翌1995年は共同通信杯4歳ステークスから指導した。このレースは、主戦機種の小島が同日開催の京都記念に、町会キャロルへ起乗するため、竹豊に乗り換わった。 重賞で初めて一番人気に押されたものの、成田キング王に敗れた。その後、小島の手に戻った若葉ステークスも一番人気だったが、不利もあって、ジェニューンの5着に敗れた。そして迎えたサツキ賞は、この年のクラシック三冠確実と言われていた、富士奇跡の戦線離脱で混戦ムードが漂っていた。単勝オッズ8.1倍の4番人気まで評価を、 落としていたが、上がり3ハロンがメンバー中最も早い36.3秒の末足を見せ、ジェニュインに首差の2着に入った。東京優秀では、その札気賞の走りが評価されて、単勝オッズ3.1倍の一番人気となった。レースでは、中段から駒を進め、4コーナー14番手から上がって34.5の末足を繰り出し、1着でゴールした。 サンデーサイレンス3区として初の東京優秀を制覇し、安城の小島貞博はろは1992年の三ホノブルボンに続く当時史上10人目の東京優秀2勝目となった。しかし、最後の直線コースで車行したことや、両馬場で行われたにもかかわらず、2分27秒3の走破タイムが前週に行われた。 優秀品馬優勝バダンスパートナーの総破タイム2分26秒7よりも遅かったことなどは当時から本馬の評価を分けることとなった。もっとも同年のダービーはスローペースでオークスは明らかにハイペースであったことから単純な比較はしがたい面もある。休養を挟んで迎えた秋の菊花商戦線では断然の本命馬と目されていたが神戸新聞杯、京都新聞杯ともに 単勝一番人気で相次いで敗れた。本番の菊花賞も単勝五番人気まで評価を下げ、レースでも六着に敗退した。エリザベス女王杯を蹴って菊花賞に出走し、五着に入選したダンスパートナーにも先着を許した。その後は放牧に出され、翌年の天皇賞を目指して調整されていたが、屈拳炎を発祥してそのまま現役を引退。 翌1996年7月27日、札幌競馬場で引退式が行われ、守護場入りした。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。1996年から種ボバとなり2005年からは、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションにつなぎようされ、現在までにホロービューレット、マン・オブ・パーサー、B ・ b トルネード、 ジェラムスペシャルの4頭が何らかの GI 競争に優勝しており、それなりの活躍場を排出した。現役時代の成績とは異なり、3区はダートで高成績を上げている。またシャトルシュボバとしてオーストラリアでも共用されたこともあった。2008年7月29日午前、放牧中の事故により右大腿骨を複雑骨折し、安楽死の措置が取られた。 タネボが登録された産区として、ナスダックパワー、トップオブ強し、グランシュバリエが挙げられる。グレード制重症症リバ国内限定格付けを含む、は、地方重症を示す。地方重症症リバダービーを制覇した後、スランプに突入したが、その際にスポーツ紙やテレビ中継内で、強し、しっかりしなさい。と言われ、からかわれることもあった。これは、当時放送していた。 テレビアニメ、強ししっかりしなさいが、元ネタになっている。ありがとうございます。